ボロフスキーイリア組です。この選手は自由参加の選手ですね。一次予選から勝ち抜いて決勝に上がってきてます。相当踊ってきてるわけですね、この決勝に進むために。はい、踊ってきてますね。このカップロシア出身の選手ですが、香港から出場していますね。見ての通り個性的なカップルですよね。ちょっと好き嫌いはあると思うんですけど、女性のヘアメイクもとても斬新です。はい、ただ予選から見ていてもそんなに目立つ選手ではないんですよね。踊りの内容としてはある意味オーソドックスに踊ってる選手です。ちょっと日本人寄りなカップルに見えますね。ただその独特の個性を追求して自分で自ら個性を、独特のキャラクターを出そうとトライしているように見えますね。自分たちの良さを、ね、アピールしなくてはいけませんから、 その辺はもうチャレンジしているわけでしょうね。ただ踊ってるだけでは勝てないと。はい。